今回は超広角の焦点距離で iPhone 14 Pro とこの FX30 を比較してみたいと思います。こんにちは、ウィークエンドクリエイターの高橋です。実は僕にはですね、長い間悩んでいたというか、こうモヤモヤしていたことがありました。それは何かというと、この超広角の広い焦点距離であれば、もうミラーレスじゃなくても iPhone で十分なんじゃないかなっていうことです。以前3年ぐらい前に α6400 と iPhone11 のですね、比較動画を見たことがあるんですよ。で、 iPhone11 って iPhone の手ブレ補正がすげえ強力になっていった頃の最初の頃ですよね。だから α6400 って手ブレ補正ついてませんので、なので手ブレに関してはもう完全に iPhone の方がダントツで上でしたし、あとその時はなんか画質自体もですね、なんか iPhone の方が綺麗に見えちゃったんですよね、 α6400 の絵よりも。だから、あ、もう iPhone すごいな、もう超広角だったら iPhone でいいんじゃないかなって思った記憶があります。その記憶が結構強く残ってまして、以前配信したスキーの Vlog なんかでも iPhone の素材使ってますし、あとはそれ以外でもですね、まあプライベートで楽しんでる Vlog なんかにも、その iPhone 素材とミラーレスの素材をこう組み合わせて使ったりしてるんですよね、実は。ただ前回の動画でお話ししました通り、まあ、この FX30 はですね、普段の YouTube 撮影の時に、まあ、定点撮りで使ってるんですけど、それだけじゃもったいないということで、この 11mmF1.8 を Vlog 用のレンズとして購入しました。で、この組み合わせすごくお気に入りでですね、最近結構持ち出して遊んでるんですけど、この 11mm のレンズは、まあ、35mm 換算で 16.5mm で、実際撮影するときは大抵まあアクティブティブレ補正使いますので、そうすると 19mm 相当になるんですね。で、 19mm っていうと、まあ、この iPhone の超広角レンズにはかなわないですけど、まあ、一応超広角のジャンルに入りますよね。そこで今回は初めてこのミラーレスで超広角を撮れるようになったので、今まで自分がモヤモヤしてきた、もう超広角だったらミラーレスじゃなくても iPhone でいいんじゃね説をですね、自分で自ら検証してみたいと思います。それでは早速その比較で使う動画の素材をですね、撮りに行きたいと思います。行ってきます。iPhone14 Pro の超広角と FX30 11mmF1.8 の取り比べです。今なるべく手ぶれしないように、 FX30 を持って手ぶれしないように歩いています。どうでしょうか、ジンバルはつけてません。 iPhone はね、すごく綺麗に撮れてると思うけど、 FX30 はどうでしょうか、ブレずに撮れてるでしょうか。大体画角は同じぐらいになるように iPhone を少し狭くして 0.6 倍ぐらいかな、超広角ではなく 0.6 倍ぐらいにしてます。手ぶれを抑えて、片手だけどね、片手ででもなるべく手ぶれしないように頑張って歩くとこんな感じ。どうでしょうか、セルフィーでね、これだけ撮れればいいんじゃないかなと思うんだけど、手ぶれしないようにしっかり押さえて歩いています。はい、じゃあスライダーテスト、なるべくぶれないように、スライダーしています。スライダーテスト、なるべくぶれないように、水面の藻が綺麗だね。はい、それではアクティブ手ブレ補正の威力を思い知らせるということで、手ブレ補正対決いきます。ジンバル使いません、手持ちでなるべく手ブレしないように歩いていきます。アクティブ手ブレ補正と純正レンズの威力を思い知れ。どうだ、ジンバル預けてません、手持ちですが、いわゆる忍者歩き、なるべく振動を拾わないように
かかとから着地してゆっくりと歩いています。どうでしょうか。さあどうかな。人情ウォーク。大好きな緑道セルフィーするとこんな感じ。どうでしょうか、肌の色とかブレとか。すげえいいんじゃないかな。セルフィーに最高だと思うんだよな、この画角が。 iPhone ちょっと上からになっちゃってるけど、ちょっとブレますけど、どうでしょうか。はい、手ブレ補正対決再び。どうでしょうか、ブレないように。足元はそんなによくありません。まあ緑道だからね、ちょっとデコベコデコボコしてるとこもありますが、なるべく手ブレしないように両手で持って忍者ウォークしているつもりです。どうでしょうか。はい、ということで撮影してきた素材を自分でも見たんですけど、見てみたんですけど、どうですかね。ちょっと先にお話ししておくとですね、すいません、設定の撮影の設定の話全くしてなかったので、まずこれ iPhone も FX30 も今回 4K60p で撮ってます。で、謝らなきゃいけないことがありまして、普段僕ですね、このカメラ使って撮影するときはブラックミストをつけてるんですね。で、今回の検証でもそのブラックミストを外すのを忘れてしまったので、この FX30 の素材はなんか全体的にふんわりしてていい感じに見えてたと思うんですよ。で、あれはブラックミストのせいなので、すいません、ちょっと検証するときは外すべきだったんですが、それ忘れちゃっててですね、そこだけ、まず謝らなきゃいけないなと思っております。あともう一つ、僕はですね、カラーグレーディングっていうのがまだまだ勉強中で、というかほとんどカラーグレーディングって分かってないんですよね。だから FX30 は S ログ3で撮ってるんですけど、カラーグレーは全然してなくて、カラーコレクションのレベル、ちょっとこう色を戻すレベルでしかいじってないので、なので iPhone の素材と大きく色味が異なるシーンがあったと思うんですけど、すいません、ちょっとそこがですね、まだまだ技術不足なところがありまして申し訳ございません、ご容赦ください。で、その上で、まあ、個人的な結論を言うと、以前のもうその超広角は iPhone でいいんじゃないかなっていう感想はちょっと今回の自分の検証でひっくり返りました。やっぱり FX30 の方が綺麗だなって感じましたね。特に、まあ、色味あんまりいじれてないので、そこはちょっと比較するのはずるいかもしれませんけど、人の肌の色、ちょっと iPhone の人肌の色って僕好きじゃないんですよね。こう自撮りをした時とかの自分の肌の色とか見てみて、なんかすごいオレンジ色で汚いなっていう印象だったんですけど、まあ、やっぱり FX30 はいつも通り綺麗に撮れてたので、その人肌の色に関してもすごく FX30 の方がいいなって思いました。確かに人肌を映さず、もう風景だけこう撮ってるようなシーンだと iPhone でももう十分綺麗だなって感じることもあったんですが、ただ確かに 4K で解像感はあるんだけど、なんか汚いっていう印象を受けたんですよね。比較してみてすごくそれを感じました。なんか iPhone は解像感はあるんだけど、なんかガチャガチャしてて汚い印象に、それに対して FX30 はちょっとふんわりしてるんだけども、すごく綺麗な感じ。何なんすかね、何なんだろうこの違いは。 4K60p で同じフレームレートで撮ってるはずなんですけど、なんかこっちの方がスムーズに感じたんですよね。その理由お分かりの方はぜひコメントで教えていただきたいんですけど、ちょっと僕はその理由は分からなかったんですが、同じ解像感同じフレームレートなのに iPhone の方がなんか汚く感じちゃったっていうところがありました。あとシーンによってはちょっとボワボワしてしまって、まあ、これは以前から iPhone で感じた部分であるんですけど、ちょっとそのボワボワしちゃって安定感がないなっていう写りが気になる点もありましたね。はい、その点 FX30 は、まあ、当然ながらそんなボワボワもなくですね、非常にスムーズに綺麗に撮れてたかなと思いますし、あと手ブレ補正すごくないですか。やっぱこの純正レンズとの組み合わせ最強ですね。今回検証してみてやっぱりそう思いました。もう iPhone にも負けず劣らずな感じでしたよね。 iPhone の手ブレ補正めちゃくちゃすごいと思ってましたけど、注意してこう歩けばなんか FX30 の方が安定して見えたシーンもあったりして、本当にこの純正レンズは動画撮影において欠かせないなと思いました改めて。
はい、ということで今回はこの iPhone 14 Pro と FX30 の超広角対決やってみました。ずっと自分の中でモヤモヤしてたことなので、解決できてよかったです。しかもやっぱり高いお金払って買ってるミラーレスの方が綺麗に撮れるんだなっていうことも分かって安心しました。皆さんはどう感じられましたかね。あの iPhone もすごく良かったと思うんですけども、ぜひ感想とか教えていただけると嬉しいです。それではまた、この FX30 を使ってですね、この夏も楽しい Vlog とか撮っていきたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。